はい、おはようございます。まおです。現在の時刻午前8時です。こんな朝早い時間に一体私がどこにいるのかと言いますと、こちらです。海です。はい、まあ、今日はねこの干潮の海に来て何をしたいかと言いますと、サンゴ礁の磯には一体どんな生き物がいるのかっていうのを、見ていきたいと思います。今日撮影している場所っていうのが沖縄県北部本部町にある備瀬崎というところです。ここはね夏になると駐車場も整備されてますし、夏になると結構観光客の方とかが磯遊びされしに来てるようなところです。なので磯生物観察には結構いい場所なんじゃないかと思います。じゃあちょっと雨が降ってきたんですけど、張り切って行ってきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、こちらが、本日、紹介する備瀬崎です。美ら海水族館を、少し先に進んだところにある岬です。水深は、2、3メーターくらいの場所が多くて、手軽にスノーキリングや磯遊びができる人気ポイントです。晴れてると奥には伊江島が見えるんですけど、この日はちょっと天気が悪かったので伊江島は見えませんでした。残念で、このサンゴ礁の内側で浅瀬になっているところを礁池やラグーンなどと言ったりするんですけど、沖縄の方言では伊能と言います。いわゆる磯です。今回の動画では前編で備瀬崎で見られる異能の生物、そして後編で備瀬崎のもう一つの見どころ、仁王ミドリイシの群生を紹介していきます。はい、じゃあ早速異能の方に降りていきたいと思います。磯遊びをするときはね、必ずマリンブーツなど履いてください。怪我しちゃいます。はい、まずはじめに見つけたのがこちらの貝です。壁一面にうじゃうじゃいました。これおそらくゴマフニナっていう巻貝の一種なんですけど、このニナっていうのが巻貝を指す言葉で、漢字にするとこちら。26年間生きてきて初めて出くわした漢字です。ゴマフ、まだら模様をした貝、巻貝ということでゴマフニナという名前がついています。潮が満ちると散らばって、潮が引くと集まるという習性を持っているそうです。こんなにたくさんいるのにゴマフニナの生態に関する研究例っていうのはほとんどないそうなんです。ある研究によると、このゴマフニナはオスが極端に少なくて、このオスとメスのバランス性比っていうんですけど、これが著しくメスに偏っているという研究報告があります。はい、次はね、海水が溜まっているタイドプールを見ていこうと思います。このタイドプールね、上から見たら結構小魚とか、あとハゼなんかもいたんで、ちょっと GoPro を入れてね、中を覗いてみたいと思います。あ、画面の右側になんか小さいお魚が群れてますね。これさっき別のタイドプールでも見ました。ちょっと何のお魚か分かんなかったんで、もし知ってる人いればぜひコメント欄で教えてください。で、私の目的はハゼを追跡することなんですけど、あ、いました、ハゼ。このハゼ何ハゼなんだろう、三角ハゼなのかな。ちょっとね、警戒心強くてあんまり近づけなくて分かんなかったんですけど、ハゼを追跡するのは結構難しいですね。でね、ハゼを追跡している時にすごい面白いものを見つけたので皆さんにもお届けします。それがこちらです。
この穴あるじゃないですか。これ実はね、ある生物の住処なんですよ。あの巣穴の左上のところにちょっとだけ頭見えてるんですけど、これ実は、ハゼと鉄砲エビの巣穴なんです。ハゼとね、鉄砲エビはお互いの相手の足りない部分を、補い合って生活しています。いわゆる共生です。鉄砲エビってあんまり目が良くないらしくて、そのために見張り役としてハゼを巣穴に住まわせています。でハゼは巣穴から顔を出したり、巣穴の付近を泳ぎながら、周囲に不審なものがいないか常に見張っています。こうやってね、鉄砲エビはハゼに全信頼を置くことで一心不乱に巣穴を作るんですよ。ちょっとね、私が GoPro 持って近づいたから気配察知されて隠れちゃったんですけど、まあ、私のね、忍耐力はそんなもんじゃないぞと。鉄砲エビが出てくるまでもう気配を消してひたすらに待ちました。あ、ほら、ちょっと今ハゼが動き出してますよ。あ、そろそろ出てくるんじゃないですかね。はい、出てきました。こちらが鉄砲エビです。こうやって鉄砲エビは自分の持ってる大きいハサミを使って巣穴を掘ったり、砂をとかちっちゃい石をかき出したりして、どん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 巣穴を作っていくわけです。まあ、この鉄砲エビとハゼの共生関係っていわゆるクマノミとイソギンチャクとか、まあ、サンゴとカッチュウソウの共生と、似てます。海の生き物って結構ね、お互い補い合いながら一緒に生活している生き物多いですよね。はい、で次に見つけたのがこちらです。ここに岩の隙間から腕だけ伸ばしてる生き物、これは腕振りクモヒトデです。このヒトデ結構異能でよく見かけるので、結構皆さん見たことある方多いと思います。このね、腕振りクモヒトデは潮が満ち始めた時に腕を水面に伸ばして左右に振り始めるんです。まあ、これがこの仕草が、名前の由来なんですけど、まあ、腕を振って何をしているのかというと、水面に浮かぶ餌を集めて取っているんです。この餌っていうのは、まあ、水面にある泡とかなんですけど、まあ、この泡は生き物が出した粘液などで、まあ、いわゆる水の汚れなんですけど、まあ、それをね、腕を振って一生懸命かき集めて食べるんですよ。で普段はね、岩の陰からこうやって腕だけを伸ばしていて体全体を出していることって結構珍しいです。腕はね、簡単にちぎれちゃうので、あんまり引っ張らないように気をつけてください。私もちょっと無理だったのでやめました。まあ、このちぎれた腕はね、トカゲの尻尾みたいに再生はします。はい、こちらが岩をひっくり返した時にいた腕振りクモヒトデです。先ほどの個体とかと違ってすごい小さくて、多分まだ赤ちゃんなのかな。私がね、急に岩ひっくり返しちゃうもんだからなんかうわーってなってる感じしますよね。こうやってデロデロ、もうすごい動き方が、もしかしたら人によっては可愛いのかもしれないんですけど、私から見たらちょっと気持ち悪い。ただね、一生懸命ね、水の中に入っていこうとする姿は、まあ、ちょっと愛おしくも感じました。でこの腕振りクモヒトデなんですけど、似たヒトデで黒クモヒトデっていうのもいるみたいで、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、パッと見違いがあんまり分からなかったんで、もしかしたら先ほど紹介した腕振りクモヒトデの中に黒クモヒトデが混ざっている可能性もあります。はい、今やっとね、無事に水の中に入れました。お邪魔しました。ありがとうございます。はい、次、こういうね、海藻のところには生き物いるんじゃないかなと思って探してたんですけど、ほら、さっきの人でもいっぱいいますよね。ほら、ここでね、
この蜂みたいな貝って思って動画撮ったんですけど、そっちじゃなくて皆さん右上の人で見てください。ほらさっき言ったみたいにめっちゃ腕振ってるでしょ。これが腕く、これが腕振り雲人手です。そう、この時はね、あ、蜂みたいな貝だ、かわいいと思って動画撮ってたんですけど、撮影したのチェックした時に、いや、そっちじゃない、人で腕振ってると思って、ぜひ皆さん巻き戻してもう一回ちゃんと見てみてくださいね。餌取ってるところ見れるんで。はい、で、こちらは私が見つけた蜂みたいな、かわいいちっちゃい貝です。この貝もちょっと名前がわからなかったんで、もし知ってる人いたらね、ぜひコメント欄で教えてください。腕に乗せてたらなんか出てきて、まあ、ちょっと可愛かったです。はい、でね、次なんですけど、これもちょっとね、何か分かんなかったんですよ。これ岩の穴から、小さい穴から、お魚、多分ハゼなのかな、お魚が2尾ね、顔を出したり引っ込めたりして周囲をすごい伺ってるんですよ。多分ね、めっちゃ私に警戒してる。ほら、すごい、めっちゃ警戒してる。なんか体は多分緑で、でこの目頭のところにちっちゃい触角が出てるんですよね。これがね、すごいね、出たり引っ込んだりしてて可愛かったんで夢中で撮ってました。これもぜひ何ハゼか分かる方いたら教えてください。はい、でね、また他の生物を探してちょっと移動しました。こういう小さいタイドプールにもね、何もいないかと思いきやいるんですよ。しかもこんなちっちゃい綺麗な魚が、これルリスズメダイです。ルリスズメダイは結構沖縄でもよく見られる魚なんで、もうおなじみの魚ですね。このルリスズメダイ、これ多分まだ赤ちゃんなんですけど、大人になってもまあ7センチ前後ぐらいの大きさにしかならなくて、すごい色も大きさ的にも可愛いんですけど、実はね、オスは縄張り意識がすごい強くて、かなり気が強い魚みたいです。意外ですよね。このね、ここにもルリスズメダイいたんで、ちょっと近くでね観察したかったから捕まえて観察ケース入れようかなって思ったんですけど、まあ難しかったんで、すぐに諦めました。そして足元のキクメイシ、まあキクメイシ左側の方にもバーっていっぱいいますよね。なんか浅瀬にはね、こういうキクメイシとか海上のサンゴが多いイメージです。はい、じゃあね、今回前編はこんな感じで異能の生物紹介を終わりにしたいと思います。まあなんか今まであんまり小さい生き物に注意を向けてこなかったので、いや今回ね、こんなにいろんな生き物いるんだと思って改めて興味深かったです。まあ、特にゴマフニナ面白かったですね。生活史が分かってないっていう。はい、じゃあ次回はね、ビセサキのもう一つの見どころ、ミオミドリイシの群生を、動画でご紹介したいと思います。まあ、個人的にニオミドリイシはね、ミドリイシに次いでちょっと、まあ、注目しているサンゴなので、皆さんにもそれをお届けできたら嬉しいです。では、次の動画もご視聴よろしくお願いします。それじゃあまた次回。